哀愁には、名詞の名の部分だけを見た性的なものと、名詞の運から二人の運のタイミングを見る動的なものがあります。名の部分は基本的に二人とも一生変わらないので、この性的な相性も変わることはないです。 二人の運の部分、つまり大運、年運、月運のタイミングは刻一刻と変化するので相性が良くても別れるタイミングとなったり相性が最悪でも結婚してしまうタイミングもあり得ます今回は相性鑑定で重要な 運のタイミングの鑑定を以前に鑑定動画で紹介した方々の例で実演してみます運のタイミングを見るので細かいところは一部省略しながら進めますまずは有岡大地さんと松岡真優さんを鑑定します相性診断の画面で 事前に登録をした有岡大地さんと松岡真優さんを呼び出して完成させた状態がこれです。以前のお二人の鑑定動画で説明しましたが二人は漢護二個産後解釈日種本命となっていて大変仲が良い関係です。 さてこの状態から運のタイミングを見るのですがこの名識システムは愛称診断の画面から2人の名識を簡単に呼び出すことができますまずは上の名質表表示ボタンを押して 岡年運のタブをタップすると年運結果運危験で運勢ランク AA であることがわかります名刺に戻って大運の一覧を見ると2024年12月に大運が変わります 鑑定日を2024年12月に変えてみます。代運の切り替えボタンが表示されましたので切り替え後ボタンをタップして代運を変えます。 団員が切り替わることで中心性が印刷から変因に変わります。中心性の求め方は後日予定をしている中級編で解説します。では変因ボタンをタップして中心性を変因に変えます。 年運結果運が合材に変わりました。年運のタブをタップします。年運結果運合材運勢ランク C で病気災難に注意の年とあります。つまり、大運の切り替えを境に要注意の悩ましい運の暗示になります。この運は 2025年の2月の節分までの短い期間の暗示になります。愛称診断の画面に戻って次に下の名式表示ボタンをタップして松岡さんの名式を呼び出します。 2024年6月の松岡さんの名式を見ると、年運結果運が危険です。念運のタブをタップすると、念運結果運危険で、運勢ランク A であることがわかります。ここまで見ると、二人は相性はもちろん良いのですが、運のタイミングでも 大変良い時期に結婚をしたということになります次に2021年に離婚していたことが分かった富田康子さんを見ていますクリアボタンをタップして名刺画面をクリアして履歴一覧から 富田さんを呼び出します鑑定日を富田さんが離婚した2021年に変えています 年運のタブをタップします。年運結果、被験で、運勢ランクは BB。離別と出発のタイミングの年。名詞に戻って、大運の一覧を見ると、2021年6月に大運が変わっています。しかも、 30年に一度の運の節目である節木運になりますでは鑑定日を節木運の2021年6月に変えています大運の切り替え後のボタンをタップします 念運のタブをタップします念運欠管変換で運勢ランクは C 妥協しながら守りに徹する都市家庭内のトラブルも暗示される逆境運の暗示ですさらに今までの生き方が変わることになる 切木運の前後の危険変換は特に要注意ですが富田さんの場合にはこれに該当すると思いますこのような場合は相性が抜群によくても波乱・離別があるかもしれないということになります今回はここまでです